入ったんかな。ヒカキンくんの苦労がわかるわけけど、ちょっと待ってね、メガネね。ヒカキンくんの苦労がわかるわよ。今日この服を作りましたわ、こうか。これ、あの、それがこんなのね、下の部分は。これこんなのってますね、ここね。これ私が、あの、縫ったんですわ、これ。ね、これは、全部。下も。こういう服ね、どっかで見た女の子着とったんですよ。作ったんです。これね、ウールでね、7000円。余計なことはいいけど。それで、よう言うでしょ。前しとったけど、彼女募集とか、そんなもんいいでしょ。Facebook でよく着とる。電気ついとる。これ今日ね、6時起きてね、今眠たかったから寝たら、なんか今日、あの、夜、寝た時に、うんこの夢見て、赤いうんこね。金運だそうですよ。金運。そればっかり見てるの。1年半前から。2年ぐらい、1年半から見てる。それとね、なんか魚食ったような、今見ました。インターネット経歴はいいけど。まあ、そういうことで。まあ、そうそう。これも買いました。まあ、そういうことで。皆さん、ごきげんよう。あのね、昔ね、あの、日本でね、淀川長浜通ったんですわ。さよなら、さよなら、さよならってね。その人ね、生涯独身だそうでした。二歩ぼれ溜めてるんですよ。以上。